フェイジョアは、太もも科の常緑低木。果物として食用に栽培されるほか、庭木や生垣用としても評価が高い。ウルグアイ、パラグアイ、ブラジル南部原産。太もも科の熱帯果樹としては珍しく低く、摂氏10度ほどまでの体感性がある。病害虫や乾燥、高温にはかなりの耐性があるが、環境が悪いと結実しない。樹高は、大きな原種で約7メートル。 ほとんどの改良品種では、約3メートルほどに収まり、樹形も整えやすいが、やや成長が遅い。卵型の葉は、表は、能力で、裏は銀色、もしくは白色をしている。幸いは容易で、基本的に、無農薬で育成できる。夏に計4センチメートルほどの花をつける。花弁は、内側が赤褐色、外側が白色で分厚く、糖分を含んで、 甘みがある。蜂鳥のような小鳥類がこの花弁を接触するときに花粉が運ばれる。日本ではヒヨドリなどが花びらを接触するが花粉の媒介は蜂によるものがほとんどである。多数ある赤いおしべが非常に目立つ。方向はほとんどない。多くの品種が自家不結実性なので結実されるためには品種を並べて植える必要がある。 自家結実する品種も増えてきているが、いずれも他品種と交配させることで、結実数やサイズが改善する。人工事故も有効で、開花した直後の若い花に受粉することが重要とされる。日本では10月下旬 -12 月中旬に果実が実る。果実にはパイナップルとバナナの中間のような方向があり、生食、またはジャムやゼリーなどの加工食品、 果実酒などに利用される。果実は通常自然落下したものをさらに追熟させてから食べる。果実の中には石細胞を含むため硬い部分とゼリー質の柔らかい部分が存在し、断面はゼリー質が花のような独特の形をしており、品種、生育状態によって対する割合は違ってくる。果皮は硬い。実が大きな品種は味が優れない。 増やし方は継ぎ木、刺し木芽種であるが、未生樹の小ぶりな果実が美味しい傾向にある。枝の先に混合花芽を形成するので強い剪定を行うと翌年の開花、結実量が悪化する。花から果実まで楽しめる丈夫な常緑低木であるため、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ、イスラエルなどで庭木や公園樹として人気が高い。ニュージーランドは、 最大の生産量を誇り、一般家庭でも多く消費され、ヨーグルトやアイスクリームなどに加工されるほか、乾燥させた果肉を使ったフェージュアティーが広く引用されている。逆に、原産地である南米ではそれほどメジャーではなく、一部で生殖されるに止まる。日本では1980年代にキウイフルーツに続く、新果樹として注目されたこともあったが、現在まであまり普及していない。 原因として遺伝的に異なる個体感で受粉しないと結実しないであること、果実が一般的に出回らず訴求力に欠けること、生殖時の食味がそれほど良くないことなどが挙げられる。また、初期に販売されていた苗木に成長が遅かったり結実性が悪い個体が多かったことも普及を妨げた一因となったが、これらは当時の粗悪な未生苗によるもので、 最近は自家結術し食味の改良された個体が導入されている。それに伴い近年では家庭果樹として見直され、ポポーに並び小規模であるがブームになっている。しかし未だ日本にはまとまった産地がなく少数の農家が存在する程度である。北関東付近まで路地栽培ができる体感性があるため果樹としてだけでなく様々な利用が期待される。 ごくわせから、万世、ケ卵ランケドから300グラムを超す果実の品種まで様々。生産地周辺のマオリゴ由来の地名が付けられたものが多い。これら以外にも世界中に多くの改良品種があるが、日本には一部のものしか導入されていない。中には国外への持ち出しが禁止されている品種もある。ありがとうございます。